ジェイク・ロバーツ、ジェイク・ザ・スネーク、ロバーツ、ジャキ・ザ・スネーク、ロバーツ、本名、レリアン、ジェイコブ・スミス、ジュニア、1955年5月30日隊は、アメリカ合衆国の元プロレスラー、テキサス州ゲインズビル出身。1980年代のスーパースターの一人で、DDT の開発者としても知られる。父親のグリズリー・ジェイク・スミス、異母弟のカウボーイ・サム・ヒューストン、異母妹のロッキン・ロビンも元プロレスラー。父、ジェイク・スミスらのトレーニングを受け、1975年5月13日にデビュー。アメリカ南部から中西部、太平洋岸北西部まで各地を転戦してキャリアを積み、1979年1月には国際プロレスの新春パイオニアシリーズに初来日。アレックス・スミルノフが外国人エースを務めた同シリーズにおいて1月16日に広島県立体育館にてラッシャー木村と網デスマッチを行っている。帰国後は、スチュハートが主催していたカナダ・カルガリーのスタンピードレスリングで活動。ベビーフェイスのポジションでミスター・サクラダやミスター・ヒト、ネルグアイ、9番アサシン、ダイナマイト・キッドらと対戦し、1979年4月9日にビッグ・ダディ・リッターを破って、カルガリー版の北米ヘビー級王座を獲得。同年7月13日には、ハーリー・レースが保持していた、WCW世界ヘビー級王座に挑戦した。1980年2月の国際プロレス、スーパーファイトシリーズへの再来日では、同時参戦した、先輩格のマイク・ボイエッティと共に、ロックバンドのキッスを真似た白塗りのメイクアップを、施しより、日本に登場した初のペイントレスラーとなった。キャリア不足だったこともあって、試合においては目立った活躍は果たせなかったものの、長身を生かしたスケールの大きなファイトスタイルとレスリングセンスの良さは、当時から高い評価を獲得しており、同年7月のビッグサマーシリーズへの来日時には、木村、大木金太郎、アニマル浜口、マイティ、井上、ジプシー・ジョー、スパイク・ヒューバーなどが出場したバトルロイヤルにおいて優勝を飾っている。アメリカでは、父がブッカーを務めていたビル・ワット主催のMSWAを主戦場とし、1981年5月31日にルイジアナ州シュリーブポートにてザ・グラップラー、リン・デントンからミッドサウスの北米ヘビー級王座を奪取。アーニー・ラッド、スーパーデストロイヤー、ポール・オーンドーフともタイトルを争った。その後はジム・クロケット・ジュニアが運営していたMSWAのミッドアランティック地区に進出。リック・フレアのWCW世界ヘビー級王座にも挑戦したが、中堅ベビーフェイスのポジションからオーバーすることはできなかった。1982年8月、ヒールに転向して、フロリダ地区に参戦し、ケビン・サリバンやジム・ガービンと結託して、バリー・ウィンダムとの抗争を展開。このヒールターンを機に、その独特の滑るような動きと細身の体型。そして無表情で陰湿なキャラクターからザ・スネークの異名を付けられるようになる。以降、冷血系のヒールとして頭角を現し、ジム・バーネット主催のジョージアチャンピオンシップレスリングでは1983年11月6日にロニー・ガービンからMSWAナショナル TV 王座を奪取。ポール・エラリング率いる悪の軍団リージョン・オブ・ドゥームに加入してロード・ウォリアーズとも共闘した。テキサス州ダラスの WCCW では、プレイボーイ・ゲイリー・ハートをマネージャーに迎え、1984年10月27日に、クリス・アダムス&ジノ・ヘルナンデスのダイナミック、デュオとのトリオでMSWAを6人、タッグ王座を獲得、ケビン、ケリー、マイクのホーン・エリック兄弟と抗争を繰り広げた。古巣のMSWAでは一時的に、ベビーフェイスに戻り、1986年1月から2月にかけてリック・スレーターと北米ヘビー級王座や TV 王座を争っている。1986年3月、WWF に移籍。再びヒールとなってリッキー・ザ・ドラゴン・スティムボートとの流体ヘビの抗争を開始する。ビンス・マクマホンによってザ・スネークのキャラクターには肉付けがなされ、ヘビのデザインが施されたロングタイツやジャビのブーツを着用し、ペットのニシキヘビ、ダミアンを麻袋に入れて、リングに持ち込むサイコパス系の怪奇派ヒーとなった。また、スネークピット、ザ・スネークピットなるインタビューコーナーのホストも担当した。WWF においてもトップ選手の一人として、スティムボートとの抗争終了後は、ベビーフェイスに転向。異色の人気スターとなり、ホンキー・トンクマン、リック・ルード、アンドレ・ザ・ジャイアント、テッド・デビアス、バッド・ニュース・ブラウン、リック・マーテルらと抗争を展開したアンドレには、蛇嫌いという設定がなされた。1990年には10年ぶりの来日が実現、4月13日に東京ドームで行われた日米レスリングサミットにおいて、ビッグボスマンから勝利を収めている。1991年9月よりヒールに戻り、ランディ・サベージと抗争を繰り広げたが、WWF ではベビーフェイスでの活動期間が長かったこともあり、ハルク・ホーガンやアルティメット・ウォリアーとの本的な抗争は行われなかった。このヒールターン時には、当時売り出し中だったジ・アンダーテイカーと怪奇派コンビを結成するが、ほどなくして仲間割れ。1992年4月5日のレッスルマニア8で対戦するも敗退し、この試合を最後に WWF を去った。その後、8月より WCW に登場。大物ヒールとして迎えられ、スティングとの抗争アングルが組まれたが、WCW に定着することはなく、同年11月までの短期参戦で終わる。翌1993年9月、新日本プロレスの G1 クライマックススペシャルに来日。9月23日の横浜アリーナ大会では、橋本真也との DDT 対決が行われた。9月26日の大阪城ホール大会では、WWF での盟友ブルータスビーフケーキと組み、スコット・ノートン&ヘラクレス・ヘルナンデスのジュラシック・パワーズと対戦している。以降インディー団体を転戦し、ポール・ヘイマン主催の ECW や、ジム・コルネット主催のスモーキー・マウンテン・レスリングにも出場した。1994年は、メキシコの AAA に参戦、5月27日にエルトレオで行われた、トリプラメイニア EC のメインイベントにてコナンとヘアバンドマッチを行うが、敗退し、髪の毛を刈られている。1996年1月26日、ロイヤルランブルへのサプライズ出場で WWF に復帰。実生活で神聖キリスト教徒となったことから、以前とは正反対の敬虔なクリスチャンギミックに代わってのベビーフェイスとしての参戦だった。同年6月23日のキングオブザリングでは、ベーダーを破って優勝戦に進んだが、決勝でストーンコールドスティーブ・オースチンに敗退。試合後の優勝者インタビューにおいて、オースチンは、ロバーツのギミックを逆手に取り、ヨハネの福音書3章16節をもじって、オースティン3時16分、Says I just whip to your ass と発言。このセリフは、オースティン3時16分として、彼のキャッチフレーズとなり、結果としてロバーツは、オースチンが大ブレイクするきっかけを与えたこととなった。その後は、ジェリー・ローラーとの抗争を経て、翌1997年2月、WWF を解雇された。以降は、表舞台から姿を消すが、1999年公開のドキュメンタリー映画、ビヨンド・ザ・マットにおいて、ローカルなインディー団体への出場を続けるロバーツのインタビューが収められた。この映画の中で、ロバーツは、複雑な家庭環境で育った、少年時代、絶縁状態となっている娘との関係、ドラッグやアルコール中毒など、自身が抱えている問題の数々を告白した。その後、ヨーロッパでの活動を経て、2005年3月14日、WWE の RAW にゲスト出演、アンダーテイカーとの対戦を控えたランディ・オートンのアーコの餌食となった。2006年はティネ、2007年にはフルインパクトプロにも登場した。破滅的で暗いイメージがつきまとうが、レーベンをはじめ CM パンクやブレイ・ワイアットなど、彼から影響を受けた選手は少なくない。2014年4月5日、WWE 殿堂に迎えられる。ルイジアナ州ニューオーリンズのスムージーキングセンターで行われた殿堂入り式典では、ダイヤモンド・ダラス・ペイジがインダクターを務めた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。